土粘土で作ったように見える奴隷ですが、音色はこんな音色です。これは焼かない土粘土風の粘土で作っています。この作り方をご紹介します。まず鈴を2個用意します。これをラップで包みます。後で取り出しやすいように端っこのところは少し折り曲げておいてください。次にナイロン袋に砂を入れます。ここに先ほどの鈴を入れます。粘土の量によりますが、公式の野球ボールぐらいの大きさでしょうか。軽くセロテープで留めます。焼かないタイプの粘土です。袋をハサミで切ったら、粘土の一部を取って水に溶き、土塀を作ります。土塀というのは、粘土をくっつけるときに使う接着剤のような役割を果たすものです。飾りに使いますので、粘土の一部を取っておきましょう。残った粘土を伸ばしていきます。裏返しながら、元のこの粘土の袋と同じ大きさぐらいに伸ばしていきます。だいたい厚みは5ミリぐらいでしょうか。ここに先ほど用意しておいた砂袋を置いて包みます。はみ出さないように中に入れながら、肉まんを包むような感じで包んでいってください。包んだら形を整えていきます。下になっていた方に粘土べらで筋を入れます。この時、先が丸いものを使ってください。尖ったものだと砂袋に穴が開いてしまいます。後でこの隙間から中の砂や袋を取り出しますので、少し間を空けておきましょう。つまみ上げた部分に穴を開けて、奴隷の紐を通すところを作ります。
延べをつけて残った粘土で飾りをつけていきます。何かの形にしてもいいし、好きな形につけていてください。最後に自分の作品だとわかるように名前を書いておきましょう。これを段ボールなどに乗せて乾かします。そこは乾きにくいので、時々こう段ボールの置く場所を変えるといいですね。さあ、だいたい乾いたところで、この中の砂を抜きます。カッターナイフを使います。ここに切り込みを入れて、砂を全部出してしまいます。袋を取り出します。この時最初に入れた鈴が残ります。鈴を包んでいるラップも取ります。ちょっと難しいですよ。剥がれてきました。ラップを取り出すのはとても大変でした。生乾きなので開いて後から鈴を入れることができます。鈴を入れた後でもう一度隙間を狭めてしっかり乾燥させるといいでしょう。中がしっかり乾くまでさらに乾燥させます。この部分が乾きにくいので、こんな風にもう乾いている部分の方を下にして、こういう形で乾かすといいですね。こちらは土粘土で作っています。それを焼いて素焼きにしたものです。叩いてみましょう。乾いた硬い音がします。粘土玉でカラカラという土鈴を作ることができます。こちらは土粘土風に見える粘土で作ったものです。これを叩いてみます。音が響きません。ですから粘土玉の代わりに鈴を入れて、形は土鈴風ですが、音色は普通の鈴の音色です。